トム・ボズリはアメリカ合衆国入りの一周シカゴ生まれの俳優。日本ではトム・ボズレへと表記されることもある。1927年に生まれる。シカゴの大学で演技を学び、在学中に2曲、我が町で俳優デビュー。その後、ニューヨークへ渡りブロードウェイデビューを果たす。1959年にロングラン作品のフィオレロへの出演で人気を博す。なお、 同作品で、ボズリは、トニー賞に輝いている。1963年にナタリーウッドとスティーブ・マック・イーン主演のマンハッタン物語で映画デビュー。その後もいくつかの映画の脇役として出演するが、彼の名前が知られ始めたのは、シチュエーションコメディシリーズのハッピー,デー・デイズのハワード・カニングハム役。この役で人気を、不動のものにする。 他の代表作品として知られるのは、日本でも、かつて NHK で放映された、ミステリードラマ、名探偵、ダウリング神父の主人公、ダウリング神父役。このドラマでは、トレイシー・ネルソン演じるシスターであるステファニーと共に、多くの事件を解決していく神父をユーモラスに、演じている。ミステリー系のドラマでは、他に、ジェシカ・おばさんの事件簿にも顔を出している。 声優としていくつかのアニメーションの声も担当している。ハッピーデイズにおいては1978年のエミー賞にノミネートされた。80歳を過ぎてからもコンスタントに映画、テレビドラマで活躍していた。2010年10月19日、カリフォルニア州の病院で心不全のため死去。83歳坊主。肺がんで闘病生活を送っていた。 A.B.T. ボズリシシキュマイ俳優47ニューストム・ボズリファーザーオンハッピーデイズ DS アット83アソシエーテッドプレスビアザニューヨークタイムズオクトーバー19 2010ありがとうございます